こんにちは。夏真っ盛りの今日は2022年の8月6日土曜日です。こちらの場所はご覧の通り JR 横須賀線の横須賀駅、神奈川県の三浦半島に位置しています港町横須賀の玄関です。今日はここから歩いてすぐのところにあります海上自衛隊横須賀地方総監部というところで、横須賀サマーフェスタというお祭りといいますか、基地の一般開放が行われているとのことでやってきました。毎年8月の第1土曜日に行われていましたが、ここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっており、3年ぶりの開催ということです。そして今年は横須賀地方隊が作られて70年の節目の年ということで、ポスターなどにも解体70周年記念という文言が躍ります。入り口での手荷物検査を済ませ、庁舎と思われる建物を左に見ながら進むと、いきなりですね、もう真正面に大きな構造物を乗っけた船が目に飛び込んできます。日本で初めて導入されたイージス艦の一つ、混合型護衛艦の霧島という船です。ニュースなどで名前を一度は耳にしたことがある方も多いかと思いますが、イージス艦というのは巡洋艦や駆逐艦といった船の種類を示すものではなく、イージスシステムという機械を載せている船の総称ということになっています。これは上艦前に並んでいる時に撮ったものなんですが、このグレー一色の船体がいかにも海軍の船という雰囲気を醸し出しています。台形でてっぺんに丸い筒がついている構造物が2つありますが、これが煙突です。以前はこの写真のように上の部分が黒く塗られていたんですが、ここ数年護衛艦などの塗り分け方が変わったようでして、全部グレーで塗られるようになりました。ロービジビリティ塗装、分かりやすく言うと低視認性塗装という、遠くから見た時に分かりづらいようにする塗り方になっているそうです。中央やや後方にあるこのラップの芯を3つ合わせたような、これは魚雷の発射管、主に相手の潜水艦に対して使われる武器となっています。イージス艦に限らず普通の護衛艦にもついています。イージス艦は接近してくる複数の相手の航空機などに対して同時に対応できるという特徴がありますが、基本的には搭載している武器というのは他の一般的な護衛艦と差はありません。他の護衛艦にない武器といいますと、弾道ミサイル防衛に使う専用のミサイルなどはイージス艦にしか載せられていなかったかと思います。右舷中ほどから上艦しました。まず目に飛び込んでくるのは内科艇という小さな船を乗せておく、これはボートダビットという名前でいいんでしょうか。今はここにありませんが、内科艇を収納したり海面に下ろしたりするクレーンのようなものです。艦首に通じる通路ですが、配管がこうむき出しなのが客船とは違うそれらしい感じがします。通路を抜けて船の前の部分に来ると、まず目に入るのが大きな大砲です。岸壁の間は意外と結構隙間がありまして、防舷材と呼ばれる丸めのウインナーのようなクッションが船と岸壁の間にあり、これによって傷がつかないようにしています。振り返ると大きな構造物、船の頭脳とも言うべき艦橋がこの中に入っています。艦橋構造物の前に鎮座しているのが、こちら通称シウスと呼ばれる機関砲です。ミサイルや大砲で撃ち落とせなかった相手からのミサイルなどに対して最後に使われる武器、いわば最後の砦と言えるようなものです。上に出っ張っている部分にレーダーが入っているようでして、自動で追尾射撃ができることから高性能20ミリ機関砲と呼ばれています。弾が発射されるスピードはなんと毎分4500発と言われています。構造物側面に八角形の板が貼り付けられていますが、これは実はレーダーなんですね。レーダーというとくるくる回っているイメージがある方も多いかと思いますが、最近の護衛艦ではこのように板状のレーダーを全周で網羅できるように設置しているものも多くなってきています。そしてそこから下に目を向けると、何やら筒を束ねたものがありますが、これはチャフランチャーと呼ばれる飛んでくるミサイルを攪乱するための装置になります。アルミホイルのような金属片をばらまくことでレーダーをごまかし、船がどこにあるかを分からなくさせることができるとのことです。ちょっと見学されている方でごった返しておりましたので、下の方を映すのが難しかったんですが、こちらがこの霧島の主砲である127ミリ速射砲です。発射速度は毎分40発で、先ほどの4500発を聞いた後だと随分少ない気がしてしまいますが、この大きさの大砲でこの速度はとても速いものです。大砲というとこの中に人がいて弾を装填したりしているイメージがありますが、現代は大砲も無人化されていまして、この中に基本的には人はいないということです。艦橋の前にいくつも蓋のついた区画があるんですが、この一つ一つの中にミサイルが入っています。発射されるときはここからまっすぐ上に飛び出していくわけです。対岸を見ますと潜水艦がいました。艦尾に自衛関係が形容されていますので、海上自衛隊の潜水艦のようです。向こう岸は基本的にアメリカ海軍の基地になっているんですが、一部だけ海上自衛隊の潜水艦の基地になっています。こちらがアメリカ海軍の駆逐艦ですね。あのオレンジの目立つ船はしらせという名前の砕氷艦です。南極に行く船ですね。艦尾に行こうと思います。人間側にはありませんでしたが、こんな感じで小型の船がここに乗るようになっています。
2つの煙突の間にあるこの煙筒もミサイルを発射するものです。先ほどの垂直に発射するところからは対空、対潜戦闘に使われるもの、つまり航空機やミサイルなどの空からの脅威と潜水艦に対処するためのミサイル。こちらは対艦ミサイルといって船に対処するためのミサイルが中に入っています。ハープーンという名前のようです。ハープーンというのはクジラを捕まえる時の銛を意味するんだそうです。こんな感じで左右に分けて設置されています。右に飛んでいくものは左に、左に飛んでいくものは右に設置されていますが、多分なんですけど発射するときに筒の下から炎や煙が勢いよく出ますので、それを海の方の空いている空間に逃がすためにこういう並べ方になっているんだと思われます。これは客船でも目にすることができますね。小さな樽が連なっているように見えますが、これは一つ一つが救命いかだになっていまして、確か着水すると自動で開いていかだになるものだったかと思います。以前韓国で客船が沈没した事故がありましたが、その時に整備不良か何かで使用できなかったことがニュースで報じられていたので覚えている方もいるかと思われます。オレンジ色のこの枠は救命浮管というものなんですけれども、よくある空気で膨らませる浮き輪とは違ってとても硬いものとなっています。さっき並んでいる時にも見ました魚雷を発射する装置です。間近で見ると結構大きいんですよね。昔は魚雷というと水上艦艇に向けた兵器だったんですが、この護衛艦から発射する単魚雷は潜水艦に対処するための武器となっています。ここが船の一番後ろ、後部飛行甲板です。この白い枠のところにヘリコプターが発着艦することになっています。向こうには同じく一般公開されている潜水艦青龍が見えます。私も以前潜水艦の上を歩かせてもらったことがあるんですけど、滑りにくい素材になっていて柵もあるとはいえ、護衛艦と比べると幅も狭いということもあってか、もしバランスを崩したら簡単に海面に落ちてしまいそうで若干怖いなと思ったことを覚えています。潜水艦は普段こっちの岸壁にはおらず、先ほど左舷から見えた対岸に止まっているものと思われます。前に向こう岸の第2潜水隊群を見学させていただいたことがあったんですが、アメリカ軍の基地の中を通っていくため身分証の提示が必要となっていました。公開される艦艇は当日に発表されたんですが、今年は今乗っているイージス艦の霧島、ここから見える潜水艦青龍と砕氷艦のしらせの3隻となっていました。しらせも実は海上自衛隊所属で、運航は海上自衛官が行っています。南極観測隊になれなくても海上自衛官になれば南極に行けるかもしれないってことですね。さらに向こうにとんがった物体が見えますが、あれは最新護衛艦の最上型の船のようです。後部甲板にもミサイルが格納されている垂直発射装置があります。前甲板にあるものよりも大きいですね。この蓋がついている一つ一つの区画にミサイルが入っているということなんですが、この区画をセルと言うんだそうです。なんだか表計算ソフトのエクセルを思い出して頭が痛くなります。後部にも高性能20ミリ機関砲があります。合計で2つ設置されているんですね。その後ろにある白くて横長のものはヘリコプターが船に着艦する時の誘導を行う装置です。さらに後ろに BS のテレビを見るようなパラボラアンテナがありますが、これは発射したミサイルを誘導するためのアンテナなんだそうで、この霧島には3つついています。降りてきました。右舷側の内科艇は後ろにあったようです。お尻にはこのように船の名前が記されています。煙突と同じように薄いグレーで書かれるようになりました。さて潜水艦青龍です。やっぱ近くで見ると大きく見えるんですよね。しらせの方はもう桟橋の方の入場も終わってましたので遠目からの見学となりました。陸上自衛隊からも装備品展示が来ているようでした。こちらは偵察用オートバイ、悪路でも走れそうなデコボコとしたタイヤとなっています。こちらは軽装甲機動車というそうです。説明書きによると装甲車の中でも比較的軽量とのことなんですが、それでも4トン以上あるんですね。まあ、普通の自動車がどれくらいあるのかわからないんで何とも言えないんですが、お隣はまたさらに大きい車、8人式指揮通信車という車だそうです。これもまた説明書きによりますと陸上自衛隊初の国産装輪装甲車とのことです。装輪というのはキャタピラではなくタイヤを装備しているということですね。また車高が高いこともあって水深1メートルくらいの川や水たまりであれば渡ることができるのだそうです。さて一般公開終了の時間も近づいてきた頃、岸壁のヘリポートで展示されていたヘリコプターが千葉県館山にある基地に飛んで戻るとのことで、多くの人がその姿を見ようと押し寄せていました。15時45分頃大きな音を轟かせて今ヘリコプターが離陸、中に乗っておられる搭乗員の方が手を振っています。その場で器用に向きを変えまして千葉の方へ飛び立っていきました。
地の外に出てきまして、ここはベルニー公園という横須賀港に面した公園です。海に向かってベンチが設置されていまして、港全体を見渡すことができるいい眺めの公園となっています。ということで今回は海上自衛隊横須賀地方総監部の一般公開、横須賀サマーフェスタ2022を訪れてみた動画でした。朝から来ると例年結構並ぶことになるんで、午後から来てみたんですけれども、早めのお昼ご飯を済ませて午後の早いうちから来た方がいいかもしれません。というのも官邸公開の列に並ぶ締め切りが14時半とか結構早めだったようなので、全ての船を巡るにはそのくらいの余裕が必要と思われました。国内外の脅威から日々日本を守ってくれている自衛隊を間近に感じられるこういうイベント、11月の観艦式は残念ながら無観客ということになってしまいましたが、今年からまた小さめの催しから少しずつ再開されているようですので、皆さんもぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画までごきげんよう。